高橋純平は、岐阜県岐阜市出身のプロ野球選手、宇藤右内、福岡ソフトバンクホークス所属。小学校2年生から、バイリンスポーツ少年団で、軟式野球を始めた。数ある、小学校の中でも、強い赤根部や、片剣などを倒す。岐阜市立バイリン中学校では、イビモトスパワーボーイズに所属する。岐阜県立岐阜商業高等学校では1年春から、 控え投手として、ベンチ入り。三年春の選抜大会では、初戦の松小学園高校戦、二回戦の大海、高校戦では高等したが、準々決勝の浦和学院高校戦では5失点で、敗れた。夏は、左太もも肉離れの影響で、準々決勝の中京院中京高校戦で打者7人の当番のみとなり、準決勝の日田高校戦では当番の機会なく、 敗退した。その後、第27回 WBSCU-18 ワールドカップの日本代表に選出された。2015年10月22日に行われたプロ野球ドラフト会議にて、福岡ソフトバンクホークス、中日ドラゴンズ、北海道日本ハムファイターズの3球団が競合1位、指名し、抽選の結果ソフトバンクが交渉権を獲得した。 11月26日に岐阜市内のホテルで契約交渉に臨み、契約金1億円プラスできたか5000万円、年俸1500万円と、球団の高校生では2001年のドラフト1位の寺原隼人以来となる最高額で契約に合意した。背番号は47。2016年は7月14日の フレッシュオールスターゲームにウエスタンリーグ選抜として選出され、1イニングを非安打1失点0で抑え、自己最速の時速154キロメートルを記録した。一軍公式戦での登板機会はなかった。ウエスタンリーグでの成績は、7試合に、登板28回1、3投げ2勝1敗、防御率2.22だった。2017年4月14日の対、 オリックスバファローズ戦で2番手として登板し、1軍初登板を果たすが、いきなり T 岡田と小屋の A1 に本塁打を打たれ、3回4失点。それでも5奪三振の投球を見せた。1軍公式戦登板は、この1試合にとどまるが、2軍公式戦において17試合に登板し、69イニングを投げ、2勝4敗、防御率4.70の成績を残す。 2018年、1軍公式戦での登板機会は得られず、2軍公式戦においては、26試合の登板で71回を投げ、1勝6敗1セーブ、防御率6.46を記録する。シーズンオフは、プエルトリコのウィンターリーグに派遣される。9試合の登板で20回1、3を投げ、0勝2敗、防御率7.08と今一つの結果だった。 12月26日、福岡や福岡、ドーム内の球団事務所で契約公開交渉に臨み、170万円ダウンの1300万円、金額は推定でサインした。2019年5月24日の一軍再登録以降、シーズンを通して一軍に帯同。6月29日の北海道、日本ハムファイターズ戦で初勝利。 翌日の6月30日の日本ハム戦でも勝利投手になり2試合連続勝ち投手は球団史上初チーム6位の45試合に登板し17ホールドを記録した2020年はシーズンオフから先発再転校に意欲的だったが甲斐野博士が故障離脱したためオープン戦ではリリーフとして登板となった しかし右肩の炎症などで状態が上がらず1軍、当番はなく、2軍でも19試合で、防御率5.00と制裁を書いた。2021年は、開幕を1軍で迎えた。中継ぎとして起用され、4月23日の対、ロッテ戦では、1点ビハインドの8回に当番して三者凡退に、抑えると、その直後に、チームが逆転したため2年ぶりに勝利投手となった。 最速時速154キロメートルのストレートに変化球はスライダー、カーブ、スプリットを持っている。2019年は投球割合の2割程度を占めるフォークは左つ139と優秀だった。ありがとうございます。